ね、私もそうなんですけれどもね、人を笑わせることしかね、私もなくて、泣かせるようなことっていうのはなかなかないんですよね。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、ウィル・ロジャースさん。ウィル・ロジャースさんの名言で、玉ねぎは人を泣かせることができる。しかし、人を笑わせることができる野菜はまだ発明されていない。人だけが人を笑わせることができるということでですね、ウィル・ロジャースさんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。ウィル・ロジャースさんは、チェロキー族の血を受けたアメリカ合衆国のカウボーイ、コメディアン、ユーモア作家、社会評論家、ボードビル芸人及び俳優であるということでですね、確かに言われてみれば、泣かせる野菜ですよね、玉ねぎだなぁと思いますし、笑わせる、まあね、人を笑わせるっていうのはいろんなことで笑わせる人いるじゃないですか。モノマネ芸人もいたりだとか、面白いことを言って笑わせる芸人さんとかもいたし、いますし、いろんな人がいると思うんですけれども、野菜に関して確かに笑わせる野菜ってないよねって思います。で、私もですね、まあ最近笑うことが少なくなってですね、まあ昨日はちょっとお休みいただいて、名言集をね、毎日投稿してたんですけれども、まあそれもね、日曜日ぐらいはちょっと休みにしようかなということで、皆さんもね、毎日見るときにね、日曜日までまた鬱陶しい、こう、頑張る名言をあげてて、今日ぐらいは休みにしてもらいたいよという思いがあるかもしれませんので、まあ、昨日ね、ちょっとお休みいただいて、放送をやめたんですね。まあもちろんね、時間帯もね、おはようございますと言いながら、5時ぐらいに放送してたんですけども、ちょっと夕方ぐらいにしようかなということでですね、今日は夕方ぐらいに、放送かけたいと思ってますし、ね、私もそうなんですけれどもね、人を笑わせることしかね、私もなくて、泣かせるようなことっていうのはなかなかないんですよね。まあもちろんね、私のやってた行動でですね、まあ、伝えて、まあ涙ちょうだいではないんですけれども、涙のお話とかいうのもあったんですけれども、基本ね、私もそうです。面白いお話をしたいなと思ってやっております。なかなか難しいんですけれども、人を笑わせるって結構難しいですよね。非常に難しいなと思いながら、まあ、はっと思いついた言葉をね、喋ったりして、こう、笑いを取ってるんですけれども。まあ、でも、玉ねぎか。ふっと思いついたのがですね、僕も焼き飯食って食べたいなと思って今ね、玉ねぎを見て炒めてる姿を見たんですけども。皆さん、どうですか？何かこう、食べたい野菜とかありますか？まあ、ねえ、6月なのにすごい暑いじゃないですか。で、まあ政府も節電節電とか言いながら、どうするんだろうと思いながら、ニュースを見てるんですけれども、な、それも、しっかり。まあ、暑い時にはね、きゅうりを食べたいなと。なぜか6月なのに暑いから、もうきゅうり食べたいなと思ったりだとか。ふっとね、いろんなことを見てるんですね。チンゲン菜とか並んでたら、ああ、炒めて食べたいなとか。野菜売り場でね、こう、パッと見た野菜で、こう、思いつくがたくさんあってですね。私もまあ、食べたい野菜いっぱいあるなと思いつつも。まあ、でも、笑わせる野菜は確かにないね、と思ってます。これからね、トマトなんかも美味しいかなっていう時期になってくるし、まあね、美味しい野菜はあるけれど、笑わせる野菜はないと。ちょっとね、私も頑張って開発していきたいなと思いますし、笑わせるようなね、ネタをこうこれからもやっていきたいなと思ってます。すごく、まあ名言だけじゃなくてですね、まあ非常にこう笑いを取れたような、情報をまた伝えていければなと思っております。非常にね、今日も一日暑いですから、と言いましょうか。ね、これ撮ってるのは朝ですけれども、まあ夕方ぐらいですけれども、暑いのでね、まあ気をつけて活動していきましょう。明日も暑いから、今年はどうなるかわかりませんけれど、本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。
ャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。